橋の中24W。どうも、鉄チャンネルです。前回、家庭用の扇風機電力を計測、16時間ほど使えることが分かり、すでに40度近くの猛暑日もあり、夏に向けて少し実験。風がビュンビュン、とても涼しい、橋の下で車中泊の前編となります。
ございます。